今日は縄跳びのやり方をやっていきたいと思います。一つ目は前跳び。前跳びはこうやって跳ぶんですね。一回早くやってみましょう。ちょっとこうやって足を跳ばないと引っかかると跳びません。こうやって、で次後ろ跳び。後ろ跳びは前跳びと反対で後ろにこうやって跳ぶんですけど、その時この格好だと跳べないって、必ず広くこういう状態で、次はなんかおかしいんですけど、なんかかっこいいんですけど、剣パーっていうぐちょっけ跳びとちょっと一緒ですけど、一回やってみます。こういう跳び方、向かってせーの、こう跳び。次は二重跳び。これむずいですよ。飛んでる間に二周回るんです。今ちょっと待って。せーの。今見ましたか？見ましたか？二重跳びって感じ。子供なのにこんな。ちょっと絡まっちゃった。でも諦めずに。目がスローで、もう一度スローないですけど、OK、早いんですよ、必ず早いんですよ。じゃあもう一回、今のは一重と、そしたら交差跳びはちょっと、交差跳びはこんな小さく交差をやると跳べないんで、必ず輪を大きく、ちょっと待って、大きくやって飛んでみてください。こういう状態。ちょっと待ってマジで失敗するんだけど、交差跳びは。で次はあや跳び。あや跳びは難しいんじゃなくて、あや跳びは難しいわけではないから、さっきと一緒の前跳び飛んだら交差跳びって、順に、それぞれやっていくということで、こういうルールとなります。で交差跳びの 2種類があります。もう一種類はこうやって、こういう八の字交差跳びという交差と言います。八の字交差跳びはこういう時に八の字ができます。みんなもぜひやってみてください。それでは次は後ろ飛び飛んだら前飛びという技をやって、これ自分で決めた技です。飛びんだら前飛び、後ろ飛び飛んだら前飛びというわけで、次はこうやってこうします。こうやってこうします。次はクロス飛びという、クロスをする。待って、クロス跳びはこうやって、必ずこうやってこういう跳びとございます。最初はこうやって、なんかちょっと早いんですけど、はい、バイバイ。